まあ、このシリーズに入って西本が良くなってくれば別ですけど、今のところはちょっとまあ今までより良くないだろうということなんでね、やっぱり江川が中心だと思いますけど、まあ先手を取っていくということの方が有利に進められますんでね、試合の展開もそうですし、そうですね、やっぱり 4-3 で行くんじゃないかと思いますよね。ペナントレースの相手なら、7つやれば何回ぐらい勝てそうだということは割合分かるんですけど、何しろもう会ったことないチームですから、もう全然やってみなきゃ分かんないし、狙うのはもう4つ続けて勝つというのを狙っていくしかないんです。栄光の V 級から10年、その間一度しかつかめなかった日本一の奪回を目指す読売ジャイアンツ、前年創立4年目で初の日本一に輝き連覇へと息上がる西武ライオンズ、日本シリーズ史を彩る劇的な7試合、その攻防が今始まろうとしている。